特定行政書士の中村一郎先生に日本の入管の現状をお聞かせいただきたいと思いまして、こっちにやってまいりました。本日はよろしくお願いします。どうぞ。入管の制度というのは、その外国人が日本で住むのに当然ビザがいるわけなんですけども、ビザって普通の人も観光ビザは日本人だったらどこでも行けるので、うん、もう当たり前に外国に行けるみたいだみたいに思ってるかもしれないんですけども、そのどういう活動をするので、どの国に住まわせてくださいっていうふうなお願いをして認められた人がその国に住めるっていうのが本来 の制度なんですね、うん、日本だって観光で来るのはその先進国の方とか、そのビザの総合免除があったら観光には来れるんです。だけど日本で働きたいとか日本で創業したいってなると、それに見合ったビザを取らなきゃいけないんですよね、うん、その他の手続きをこちらでもやってるんですけども、その簡単に言うと、例えば日本で働きたいっていうと、その今単純労働で働く制度はできたことはできたんですけども、単純労働なんですか、はい、本来はその大学を卒業したりというレベルで専門職として働く人に関して対してだけ、あの就労のビザを出してたわけなんです。あ、これまでは専門職に限ってたんですね、はい、でもそれで、今は単純労働にも入る制度っていうのができたし、うん、あの逆にその前にも実質的に単純労働として働く、まあ、技能実習という名目で入っていくような人もいたわけです。で問題は、そのどのようなビザにも該当しないのに日本に無理やり入ってきて、うん、その不正に働いている人っていうのが非常に多いわけなんですね。多かったです。実態多くなってるんですか、はい、うん、まあ、あの多くなってるかどうかっていうと、もう日本がこんなにね景気の悪い国になっていったので、うん、あの一時期ほど数としては減ってるみたいなんですけども、やっぱりあの数は減っても質はどんどん落ちてるような感じもするんですよね。どうやっても日本に入ってきて無理やり住んで無理やり働きたいっていう人はやっぱり後立たないですね。でも最近もうちょっとマシだったら、まだ韓国の方が給料がいいとか言って、昔はそんなことはなかったんですけども、最近韓国の方に行くようなあの低レベル外国人もいますけども、それほど日本って経済悪くなってるんですね、景気が。いやだってね、私が大学出てから30年ぐらい経つけども、大卒の初任給が1万円か2万円ぐらいしか上がってないわけですよね、うん、多分インドとかだったら10年前に1万円で大卒が使えるとか、今10万円ぐらいするんですかね、うん、その他の国の賃金の伸びっていうのはずっとアジア何倍にもなってるんですけど、日本だけは20年間ほぼ同じ。あ、うん、相対的に見たら日本で働く魅力っていうのは普通の人にはだいぶなくなってるんですね、うん。じゃあそれでも日本に来たいという人は、前に来たいと思ってた人たちよりももっとより単純労働しかできないような感じの人たちが、もっとレベルの低い人が来てるっていうような感じですね。技能実習にしても最初制度ができた時は素晴らしかったというか、そこで日本で技能実習をして国に帰った人っていうのは、例えばもう自動車関係の仕事なんかにしたって、その50人100人のあの人が働くような会社 のオーナー社長になった方っていうのたくさんいらっしゃるんですね、うんうん、最近それで技能実習で帰ってきた 人が本国でそれだけ成功してるかどうか知らないです。うん、よく聞くのは、まあ、移民問題って言って、うん、この間もニュースでわーっと大きくなって、あの入管法の改正の時期に、まあ、その何回でも申請がしょっちゅうできると、うん、で却下されてもまた申請を書類を変えてやったらできるから、これにリミットをつけようっていう法律の改正があったんですけど、うん、でもそれができなくなって、うん、でそれがなんか女性が、どこの女性ですかね、スリランカの女性が亡くなったということで、うん、わーってなったんですけど、あの実態を教えてあげて、どんなだったんでしょう、うん、あれはだからあの人が難民であるはずっていうのは 100% ないわけなんですね、うん、あの私は難民じゃありません、私はあの十分に勉強する意思を持って、うん、その自分が学校通う学費もあの家で出せますよっていうことをその書類出して留学のビザを取った方なんですね、はあはあはあ、私は国から迫害されてますよっていうふうに言って日本に帰った人、入った人はないんですよね。あ、そもそも最初、はい、留学生だったのに勉強しない、学費払わない、それで助籍になって日本に居座ったと。でその後にその難民ですよと嘘ついて書類を出せば、うん、そのしばらく日本に在留し続けて、でさらに2人
許可になってももう一回出せばずっと追い出されないっていう制度になったんですね。民主党が変えたとか言ってますけどね、うんうんうん、それで当然あの条件満たしてないので許可されるわけないわけなんですよ、うん、だけどビザのない人間を、まあ、放し飼いと言いますか野放しと言いますか、うん、その一般の市中にあの自由にさせるわけにはいかないので、うん、そしたら刑務所じゃないんですよね、あの入管の施設に入れると、うんうん、で施設に入れたのがなんかもう人権侵害だみたいに言うけども、本人が帰りますって言ったらいつでも帰れるんですよ、はあはあうん、それはその結構誤解されてるんですね。あ、帰れる、本人が帰りたいって言えばその自国に帰ることができる、うん、なのに日本に居座ったと、うん、それを実際はその入管が悪いみたいな感じのことを言いたい人が彼女を利用して犠牲者にしたっていうのは、まあ、真相だとしか思えないんですよね、うん、テレビとかのあれですと、あのなんかこの女性が、まあ、監禁じゃないですけど、まあ、施設に入れられて、でご飯もなんかろくに食べずに身痩せ細って亡くなってしまってかわいそうだと、で入管が難民の人をいじめてるみたいな、外国人をいじめてるっていう感じの言われ方してたんですけど、いやご飯自身はね日本人の血税でちゃんと与えてるわけですよね、うん、それをそのハンストしてるの、ハンガーストライキをしてハンスト、うん、で体が弱ったら出してもらえるみたいなことを、うんまあ、前例もあったみたいなんだけど、それを左翼の人が利用してるわけなんです、うん、これは体が弱ったら出れるというのは日本国内の施設の外に出れる、病院には行かなきゃいけないっていうことなんですね。別の病院に行かせたかどうかとかそういうところについてはもう私も知らないんだけども、うん、そもそもなんで収容されたのか、うんうんうん、そしてそのご飯食べさせてもらえなかったのは嘘だし、で病院に見させてもらえなかったっていうのは多分あの実際見てなかったわけなんだから、そこは確かなんだろうけども、じゃあそもそも誰が悪いのかって言ったら本人だし、うん、でその本人にずっと居座れっていう風にそそのかした人だっていうことなんですね、うん、難民じゃないのは 100% 確かなんだから、うんうん、それからスリランカって今難民が出てる国ですか、難民がその政府か、その本国の自国の政府から迫害されてる人を難民って言うんですね、うん、彼氏の DV があるから帰りたくないとか言って、いやそれは自分の勝手なんですよ、あ政府じゃないからです、ね、その、ね、自分が悪い犯罪を犯して逃げてきたと、うん、そんなのその本国に引き渡さなきゃいけないですね、うん、お金がないから逃げてきたって言ったら全然日本と関係ないわけですよね、はい、そので戦争だったから逃げてきたにしても、戦争だったからって必ずしも全部が難民になるわけじゃないわけですよね、うん、あそうなんですね、でそもそも日本に難民が少ない理由っていうのは、うん、難民っていうのは自分の国から逃げてきました、はい、で最初にたどり着いた安全な国で難民として助けてくださいっていうことになってるわけなんですよね、ルールとして、はい、うん、だ日本っていう国っていうのは海に囲まれているので、うんうん、本物の難民が来るっていうのは、うんうん、その昔ボートピープって来たわけだけど、うんうん、そんな感じで命からがらその船で来るっていうぐらいしかありえないんですよね、立地的にそもそも、ええ、ああやばい、でもちろんね国連の方からですね、こんなたくさん難民ができたので日本受け入れてくださいとかいうような感じで受け入れるっていうことはあるわけだけども、うん、来て私難民ですっていう人はもう最初から着いた時点でやっと助かったっていうことで、その時点で難民申請してるはずなんですよ、うん、それは今全部オーバーステイになったら難民出そうっていう働きたいからわざと難民を、それでも働かせられるし、となるとじゃあ誰が得するかっていうと、もしそれで仮放免で働けるようになったとしたら労働力を吸収できる人が得するわけでしょ、はい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 、企業ってことですよね、で、うん、入管で低レベルな外国人が日本に流入してる、うん、この恐ろしさっていうのは、うん、右側も左側もそれで利害が一致してるんですね、うんうん、そうなんですか、だから会社経営者側からしたら、うん、その低レベルな外国人何とか入れたら、うん、自分たちは安い労働力が取れるわけです、うん、その会社の経営者からしたら、う
うん、安い労働力が手に入る、だから OK。 で左翼の側からしたら、うん、テーブルな外国人を入れて日本を潰せば OK、うん、あ日本のあ経済どんどん下げて、うん、これあのあれでしょうか、質問なんですが、うん、よく毎年最低賃金が上がりましたとか言って発表されるじゃないですか、うんうん、あれと外国人を雇うのは関係ないんですか、この外国人も当然最低賃金の適用はあるわけなんですね。 あるんですか、まあ、だけど昔技能実習生をこき使って捕まってのところっていうのは、うん、残業手当を1時間に200円も払ってなかったようなところっていうのもあったんですね。最近だいぶ厳しくはなってるんですけども、外国人だったら安く使えるみたいなことを考えてる経営者が多い多かったのも事実です。あ、日本国内で、はい、あ今でもそれはあるんですか、はい、で、まあ、最低賃金は何十円上がりましたよって10円20円上がるわけですけども、うん、でも他の国はもっと上がってるわけなんですね、うん、で私が大学生だった頃はそのドル換算のベースで日本とオーストラリアだったら日本の方が倍ぐらい給料があったはずなんです、うん、今給料の時給の額面にしたって生活の水準にしたって日本向こうに負けてるんですね、うん、日本人はほとんどが日本にいて外国行ったり比べたりしてないので、うん、あのそれで別に飢え死にするってことはめったにないので、うん、あんまり日本がこう落ちぶれたっていう実感持ってないんですよ、うんうんうん、悲しい、うん、そうなんですね、ほう、いろんな意味で悲しい現状がありますね、だからもう安い労働力が欲しいとか、うん、それからもう外国人みんなあの親切にしてあげることいいことだみたいな、うん、それは考えとして間違ってないんだけども、うん、1億人の日本人のうち、税金を納めている人が何人いるか知らないけど、そのね、例えば8000万人が、税金を納めてますと、で、かわいそうな人みんな助けてやれってなったら地球上でアメリカ人とかそのヨーロッパの先進国の人とかを除いて、あともう、後進国だったらその支配層以外全部あのかわいそうな人なんですよね、うん、日本人の経済レベルから見たらね、うん、それ全部日本人が面倒を見てあげますかと、うん、そしたらでもとりあえず日本に入ってきた者勝ちみたいになってしまったら、本当秩序もなければ日本人のお金でその地球上の人みんな養ってくださいっていう話になるんですね、うん、あかわいそうイコール自動的に助けないといけないになったら、うん、だけど自分たちいいことしてるんだっていうその難民をエセ難民を支援している人たちも、うんうん、勉強してない人だから目の前にいるかわいそうな人を助けてあげる自分っていうのはすごくいいことしてるみたいな満足感絶対あると思うんですよ。最近亡くなってますけど、昔ですね、あの私が20代ぐらいの時に電車に座ってたらですね、お前若いんだから立てよっていうやつが結構いたわけなんですね、うん、自分の席じゃないのに人に、うん、譲れって言って自分が正義感だみたいな、うん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 、それに近いことなんですね。うーん、あのエセ難民でもその日本人が養ってやれっていうそういう考え方ですね。うーん、あーなんか社会的にいいことしてるみたいに、そうそう、自己を回してる言ってる人たちは世間も知らない、国際的なことも知らない、法律も知らないから、目の前にいる人がかわいそうに思えるのはそれは間違いないでしょうね。ビザも取れない低レベルな人間なわけで、うん、でこの裕福な生活してるわけで、中に不法就労をやってる人が油まみれで働いてたりもする、うん、そんな人なんとかしてあげたいよっていう気持ち自体は否定はしないけど、うんうん、それをその日本人の負担でやらなきゃいけないんですかと、うん、まあ結構偽善ではあると思うんですね。そのホームレスがいた時にそのホームレスを公園から追い出すって反対する人は多いわけです。でも誰あ追い出すなと追い出すなと言うんだけど、うんうん、それ行政に喧嘩したり、まあ、石投げたりする人もいるわけだけど、うん、じゃあその中のホームレスの一人だけでもうちで面倒見ましょうって家に連れて帰る人誰も見たことないですよ、ね、うん、そう、あ自分はやらないけど口は出すと、そうそうそう、自分の力で自分のお金で面倒見ようとしてるんじゃなくって、うん、国のお金だったらいいだろう、人のお金だったらいいだろうってことです。だけど自分がギャーって言ったらすごくあの正義、あの弱い人を助けてる立派な自分みたいな、うーん、そういうね、この満足感だと理解してくださいんですけども、うーん、